北条時政とはどんな人？執権として幕府を操る人気のない真面目な謀略家。北条時政は北条政子の父であり、鎌倉幕府初代将軍源頼朝の義父です。伊豆の将豪族に過ぎなかった時政ですが、流人で30歳過ぎても無名の頼朝に将来性を見出し、治承4年1180年の頼朝の挙兵にも一族郎党を引き連れて参加。頼朝が鎌倉に幕府を開くと最も有力な重臣となり、頼朝没後は政子の父として北条氏の勢力拡大に勤しみ、政敵を葬って鎌倉幕府で独裁権力を振るうようになります。今回は人気がない真面目な謀略家、北条時政を紹介します。北条時政系図。北条時政は桓武平氏の高持流、平直方の子孫で、伊豆の国田方郡北条を拠点とした豪族です。時政は平将門の乱を平定した平貞盛から数えると9代目、北条氏の祖である平直方から数えると6代目の子孫ですが、時政以前の系譜は系図により全て異なり、桓武平氏の系統であることを疑問し、否定する研究者も少なくありません。ただ時政の祖父が時家、父が時方という点で諸系図はほぼ一致しています。ここから推測すると、時政の家系が伊豆に土着したのはそれほど古くなく、時家の時代頃に京都から下校し、京都に一族のパイプを持つ一族であるとも考えられます。時政は義経失脚後に朝廷との交渉を頼朝に命じられますが、伊豆の将豪族が簡単に務まる仕事とは思えず、もともと京に何らかのパイプがあったのでしょう。北条時政執権いつから？北条時政の地位は鎌倉幕府の初代執権です。執権は鎌倉殿、幕府統領を助け政務を統括する存在で、鎌倉殿の力が弱ければ当然執権は事実上の最高権力者となります。北条時政は建仁3年1203年外孫源実朝を擁立した際、政所別当と合わせて任じられました。時政が就任して以来、執権は北条氏の権力の足場になりました。鎌倉幕府は侍所と政所と門中所の3つの機関で構成されていましたが、時政の子で2代目の執権になる北条義時が侍所別当も兼任、執権は事実上幕府最高職になります。こうして頼朝の血脈が3代で途絶えると、北条氏は摂関家や皇族から名目上の鎌倉殿を迎え入れて権威とし、その下で執権が政治を取り仕切る体制を敷きました。ただ北条時政が初代執権であるかどうかについては異論があります。北条政子と時政。北条時政は平治の乱に敗れて伊豆に配流されてきた頼朝の監視役を命じられます。その後時政は京の警護を命じられて上京。ここで時政は平家政権と後白河法皇の圧力や延暦寺興福寺の僧兵の頻繁な豪訴を目撃、平家の天下も長くはないかもしれないと密かに思ったようです。数年が経過して時政が伊豆に帰ると、娘の政子が頼朝とラブラブになっていました。頼朝の監視役である時政は、監視役の娘が流人の妻などとはシャレにならないと政子を頼朝から引き離そうとしますが、政子は聞かず、結局は二人の結婚を認めます。時政はこうして頼朝の舅となり、平家打倒の戦いに身を投じていくことになりました。もっとも京を警護して大乱の予兆を感じ取っていた時政ですから、平家の次は源氏と見て、河内源氏の棟梁である義朝の嫡男頼朝の将来性を買ったとも言えます。北条時政何をした？北条時政は頼朝の挙兵に参加し、伊豆の国木代山木兼高を襲撃して討ち取ります。この時の襲撃の拠点は時政の屋敷で、時政自身も襲撃に参加していました。しかし頼朝は平家方の大場景親の三千余騎に遭遇し、野戦を仕掛けられて大敗。時政の嫡男の宗時が大場方の伊藤助親の軍勢に包囲され討ち死にします。頼朝は軍を解散し、時政は甲斐の国に移動、同地で挙兵した武田信義ら甲斐源氏に合流、
甲斐源氏は時政と共に駿河に侵攻、頼朝も房総と武蔵を制圧して勢力を盛り返し黄瀬川に到達します。ここで時政は頼朝と再合流。平家は富士川の戦いで源氏に敗北して逃げていきました。頼朝の挙兵当初から付き従った時政ですが、有力御家人が鎌倉に集結すると相対的に目立たなくなり、資料から名前が消えました。次の時政の活躍は文治元年1185年、壇の浦で平家が滅んだ後、兄頼朝と軋轢を起こした源義経と行家の謀反対策でした。時政は頼朝の意向を受けて朝廷と折衝し、謀反人義経を捕らえるために全国に守護と地頭を置くことを認めさせたのです。さらに時政は京都に留まり、治安維持と平家残党の捜索、義経問題の処理を担当し、京都守護と呼ばれます。時政の京都守護職はおおむね順当で、朝廷と軋轢を起こすこともなく4ヶ月で終了。後任の一条義康に仕事を引き継いで本拠地伊豆の掌握に専念しました。頼朝死後は2代将軍の頼家が将軍職を世襲しますが、頼朝在世中に抑えられていた御家人の不満が爆発し、御家人統率の辣腕を振るっていた梶原景時が失脚し鎌倉を追放。この景時追放劇には時政の娘阿波の局が関係していて、時政が景時追放に1枚噛んでいるとされています。時政は正治2年1200年に遠江の神に任じられ、源氏一門以外で初めて神として国主となり、次に将軍家外戚として権勢を振るった比企能員を自邸に呼び出して謀殺、さらに頼家の嫡子一幡の屋敷である小御所に軍勢を差し向けて比企氏を滅ぼし、頼家の将軍位を廃して伊豆の国修善寺に追放しました。時政は頼家の弟で娘の阿波の局が乳母を務めた12歳の源実朝を三代将軍に擁立し、自邸の名護子邸に迎えて後見人として実権を握ります。こうして時政は初代執権に就任して鎌倉幕府の独裁者の地位につくのですが、その勢力拡大は頼朝の死後に始まっているのが特徴です。政子と義時に敗れ失脚。時政はその後武蔵の国の支配強化で畠山重忠と軋轢を起こし、これを滅ぼします。元久2年1205年うるう7月、時政は妻牧の方と共謀して将軍実朝殺害を計画、娘婿であった平賀朝政を新しい将軍に擁立しようとします。しかし時政の強引な行動に息子の義時と娘の政子が反対し、時政邸にいた実朝を義時邸に移動させて暗殺を阻止しました。この時時政側についていた多くの御家人も義時に味方し、幕府内で完全に孤立した時政は出家、鎌倉から追放され伊豆の国の北条へ隠居。その後は政治の表舞台に立つことなく、憲法3年1215年主要のために78歳で死去しました。時政自身は実朝暗殺に消極的であり、積極的なのは牧の方であるらしいですが、いずれにせよ二度の将軍殺しに関与した不忠者として、時政には老獪でダーティーなイメージがつきまとうことになります。北条時政子孫。北条時政の子供は以下の通りです。1、北条宗時、時政嫡男石橋山合戦で討ち死に。2、北条政子、源頼朝の正室尼将軍。3、北条義時、時政次男、鎌倉幕府二代執権。4、阿波の局、源実朝の乳母梶原景時の変で活躍。5、北条時房、鎌倉幕府初代連署摂関将軍を迎え上級の変で活躍。6、北条政範、時政と5歳牧の方の子、16歳で急死。7、畠山重忠室、後に畠山義澄室。8、稲毛重成室。9、平賀朝政室、聖母牧の方、牧師事件に関与。10、三条実信室、聖母牧の方。11、宇都宮頼綱室、聖母牧の方。12、坊門忠清室。13、河野道信室。14、
大岡時親室。また北条氏は時政の親兄弟についての記録がほとんどなく、したがって執権北条氏の系図も時政より始まり、以後の北条氏の登場人物のすべてが時政を祖としています。そういう意味では時政が事実上北条氏の始祖ということになりますね。北条時政と牧の方。北条時政は正室の伊藤助親の娘と死別し、5歳として牧宗親の娘ともされる牧の方を迎えます。2人は年の差がかなりあるものの仲睦まじかったようで、2人の間には嫡男の北条政則も誕生しますが、16歳の若さで急死しました。すでに時政も老齢になり、将来に不安を感じた牧の方は三代将軍源実朝を暗殺し、自分の娘婿である平賀朝政を四代将軍につけようとし、夫の時政を説得して実行に移しました。しかしこの行動には北条義時、北条政子の理解が得られず、実朝は時政の屋敷から義時の屋敷へと移動させられ、時政は権力を失い伊豆の国へ隠居、牧の方は公家の権中納言藤原の国道に採化した娘を頼り贅沢に暮らしていたそうです。若い奥さんの言いなりになり、万節を怪我してしまった時政でした。日本史ライターカワウソの独り言。北条時政の人生は前半と後半で大きく変化します。前半は交渉術に長けた文官ですが、頼朝の死後の後半は急に老獪な陰謀家になり、最初に梶原景時を追放し、源氏出身者以外で最初の国主となり、そして娘が乳母を務めた三代将軍源実朝を将軍にすべく外戚の比企能員を謀殺、源頼家を廃して伊豆の修善寺に押し込め実朝を将軍にするなど独裁権力を振るいました。しかし晩年は妻の牧の方に押し切られ、自分が擁立した実朝を暗殺して娘婿を将軍に据えようとするなど、明らかに無理筋が多くなり、政子や義時により隠居に追い込まれてしまいました。実朝暗殺は思いとどまっていれば万節を汚すことはなかったのに残念です。最後までご視聴ありがとうございます。今回のほのぼの日本史はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからもほのぼの日本史をよろしくお願いします。